像つかないし、私に限ってありえないって。だって私だもん。どうしてそう思うのですか？私には何もないから。だからもしあのヘンテコなロボットを動かす力や、世界で唯一のプリンセプスって魔術師になれるのかもしれないのだとしたら、ちょっと目指してみようかなって。やはりそうでしたか。魔石を渡そうとしないので、もしかしてと思ったのですが。すごい。そう思いますか？術によってこの花は美しい花を咲かせた。しかし同時に、本来咲くべき時に花をつけることはできなくなってしまった。運命を狂わされたのです。魔力はこの火ではありません。その強さゆえに、本来進むべき道を狂わせ、本来あってはならないことを可能にし、本来存在しないことすらあったことにしてしまう。その力を手にすることは決して素晴らしいことではない。でも何もないよりはマシだよ。何もない人間なんて存在しません。そんなことない。しません。それはそう思い込んでいるだけです。どんな人間でも。ないんだよ。本当にないんだよ。別に周りに悪い人がいるわけじゃない。自分が孤立しようとしているわけでもない。でもどこにいても、自分がいてもいなくても多分同じで、みんな優しいんだけど、でもきっと私がいなくても全然平気で、なんか自分が透明人間みたいで。だからだから戦うのですか？だから魔術師を目指すというのですか？何も知らないあなたは。わからないけど。でも資格はあるんでしょ？グランベルムに参加しているのは魔術師の子孫たちです。命に代えても魔術師になることを絶望している者たちばかりです。勝てるとは思えません。心が綺麗な人が魔術師なんて目指すべきではない。